宵闇の義賊、その第一回、第一章。畜生、今夜こそ逃がさねえぞ。完治はぐっと息を呑んだ。いい加減にしろ、松田屋。降りてこい。無駄だぞ、出しゃばるな。そんな叫び声が、下から続けさまに聞こえてくる。しかし勘次郎は動かなかった。ぴったりと屋根の上に身を伏せたまま、まるで獲物を狙うヒョウのように呼吸を測っていた。屋根瓦はもう霜を結んでいた。青白い月の光がその霜の微粒に当たって嘘のような鮮やかさで輝いている。その河原の波の尽きたところに、低い身をうずくめた人の影が、さっきから石のように動かない。勘次郎は左手で縄を握りしめた。焦るな、落ち着くんだ。突き上げてくる頭脂を抑えながら、そっと右足をずらして半身を縮める。飛びかかる構えになったとき、勘次郎の後ろへ這い寄ってきたものがあった。待っておくんなさい、若親分。低い声で言いながら帯をつかんだ。あいつに縄をかけちゃならねえ。どうか手を引いておくんなさい。離せ。ええ、ゴン七、離さねえか。いけません。亡くなった親分もそのためにあんなことになんなすった。あいつの後ろには世間がついてる。御用聞き仲間だって奴の味方だ。おめえさん一人の力で及ぶものじゃねえ。どうかここは我慢しておくんなさい。え、離せ。勘次郎は足で権七の手を蹴離した。向こうの人影がつつと動いた。今だ。バネのように勘次郎が跳ね上がる。途端に向こうの男もまた鳥のごとく跳躍していた。隣の屋根へ二つの影が月光を切った。勘次郎の若い体はおじかのように軽く迅速に逃げる相手へ肉薄した。向こうは着流しの裾がはためいて邪魔になるらしい。佐野屋という質屋の土蔵へ突き当たって、その裏手の百軒長屋の屋根へ飛び移ろうとした時、その裾が忍び返しをピリリと噛んだ。閉めた。勘次郎は思わず叫んだ。極めてわずかな間であったが、追う方にとっては絶好の機会である。飛びかかり様と投げた縄は見事に向こうの首へかかった。という声に重ねて、神妙にしろよ。半身に縄を絞りながら叫んで寄った。相手は体を沈めて向き直る。右手にキラリと短刀が光った。勘次郎は縄をさばきつつ左へ左へと移ってゆく。不用意に引けば縄がピンと張る刹那に短刀で切られてしまう。と言って緩めすぎれば外される。この間の捌き方こそ乗るか反るかだ。神妙にしろい。もう逃がさないぞ。相手は左手で首にかかった縄を掴んだ。ここだ。幹事は寸分も狂わぬ呼吸で力任せに縄を絞った。相手の体が崩れた。いな。崩れたと見たのは誤りで、絞り上げる力はそのまま、相手の体はつぶてのごとく襲いかかってきた。たっと体当たりに二人がもつれた。担当の光が、幹事の目を射た。身をひねってその右手を抱えながら股を割ると、くるり横転しながら折り重なって倒れた。瓦の割れる激しい音がした。懸命に揉み合う二人の口から、荒々しいうめき声が飛んだ。その間にも勘次郎は二度まで相手の首へ縄をかけた。相手は上になるより早く何か鋭く叫びながら短刀を突き下ろした。勘次は危うく一発の差で首をかわしたが、ほとんど刃の焼き金の匂いが感じられた。危ねえ、若親分。権七の声がした。話しなせ、危ねえ、権七。勘次郎は相手の股へ足を入れて跳ね上げながら叫んだ。当然後ろから権七がかかるものと思ったのだ。しかしその刹那に馬乗りになっていた相手は、まるでトンボでも切るようにくるっ
と身を翻すと、そのまま向こうへ逃げてゆく。勘次郎も羽を着た。相手は縄を引いている。閉めたと二三歩追いながらその縄を手繰った。縄は手応えもなくすっと抜けてきた。束を食ってよろめく。踏んでいるのは霜の降りている屋根だ。つるっと足を取られたと思うと、そのまま勘次郎の体は横さまに転落した。そのわずかな一瞬に屋根の上を小さく滑るよぼに逃げ去ってゆく人影を勘次郎は青白い月光の中にはっきりと見た。ネズミ小僧次郎吉の後ろ姿を。第二章。おい、見ねえ。このうちだぜ。例の松戸屋か。やいだというのに雨戸を閉めてひっそり感としてやがる。さすがに面目ねえことを知りやがったか。噂によると片輪だそうじゃねえか。太ももここんところから折ったって言うぜ。あれっち貧乏人の守り神様へ手を出しあった罰さ。見ねえ。あれから半月経つか経たねえうちに、かぶん小方は洗いざらい、風をくらってつらかりの、てめえは身動きもできねえざまだ。いい機微だぜ。今に首でもつるか。ち、縁起でもねえ。聞こえよがしの悪魔であった。ネズミ小僧次郎吉。文政から天保へかけて義賊と呼ばれ、大名屋敷を荒らすこと前後134たび、金高にして6000両余りを盗み取ったという次郎吉は、武家屋敷だけ狙うという点で、江戸で江戸市民から英雄的崇拝の的になっていた。当時は一口に稼いどと言われる道徳の大廃棄で、富の偏在が著しく、武家や富豪はその筋力と権力に任せて奢侈優等にふけり、一方貧しい人たちはその日の孤高にも窮するというありさまであった。そういう時、風のごとく現れて権力者たる武家屋敷を襲い、神出鬼没にこれを翻弄したのだから、一般庶民たちが利費の考えもなく次郎吉を英雄視したのは無理のないことだったかもしれない。しかしその崇拝は次第に度を越していった。次郎吉が盗んだ金の幾ばくかを宵闇に紛れて貧民たちに恵んで歩くという噂が立つと、ネズミ小僧は俺たちの味方だ、次郎吉は貧乏人の守り神だ、そういう声が巷から巷へ伝わった。そして御用聞き仲間が次郎吉を捕らえようとしているのを知ると、力を合わせてその邪魔をするようにさえなった。それは狂人じみた人気だった。御用聞きたちにしては、ネズミ小僧一人を捕らえるのが役目ではない、いやもっと重大な急を要する事件は次々と出てくる。とすれば、一般庶民たちの反感の的になることは損である。もっとうがって言えば、彼らの中にも次郎吉に好意を持つ者が少なくなかったのだ。彼らは手を控え始めた。次郎吉に関する限り、その追放はおざなりな形ばかりなものになっていった。こうした情勢の中で、浅草並木町の松田屋喜兵衛が乗り出したのである。彼は46の男盛りで、江戸市中では指折りの御用聞きだったが、次郎吉に対する無法な人気、仲間内の嫉妬のなさに憤然として、他のことはすべて投げ出した上、ネズミ小僧を捕縛に取り掛かった。しかしその春、ついに土壇場まで追い詰めることに成功したが、もう一息というところで足場を誤り、大川へ落ちて非業の死を遂げてしまった。それ見ろ、バチが当たった。余計なところへ出しゃばるからだ。ええ、ざまだ。市民たちはもちろん、
同業仲間にもそう言って密かに懲罰する者が多かった。騎兵に一人の子があった。勘次郎といって年22になる。15の年から八丁堀の同業、大橋や六右衛門の家へ預けられていたが、父が死ぬとすぐ浅草の家へ帰った。次郎吉捕縛の意志を継いだ。松田屋には子分として騎兵の息のかかった者が30人余りいたが、この事件から世間の不評が集まるのに耐えかねてか、3人5人と離れ去ってすでに10人に足らぬ数になっていた。しかし勘次郎の決心はいささかも変わらず、俺一人でもきっとお縄にしてみせると言って祖母さんにかかった。その結果が半月前のあの始末だった。父親の場合と同じようにもう一歩というところで取り損ない、自分は屋根から落ちて今では身動きもならぬ重傷に伏している。どうだい、屋根ごっちゃね、親子二代揃っておだぶつか、守り神様の罰は恐ろしいぜ。と世評は残酷に浴びせられる。そればかりではない。家の前を通るたびに大声を上げて罵ったり、石ころや泥を投げつけたりするものさえ出てきた。どうせどこかのあぶれ者だろうが、今夜も通りかかった二三人が声を揃えての罵詈雑言だった。松田屋もこれでおじゃんだろう。火でもつけられねえうちに逃げ出すがいいぜ。江戸お構いをこっちから申し渡してやら。言いながら一人が石を拾ってバラバラと投げかける。するとその時、お待ち、何をするんだい。と向こうからかけてきた娘があった。第三章。お前さんたちはどこの人だい。何のために石なんか掘るのさ。ここのうちには怪我をして寝ている人があるんだよ。まだ17、8の乙女だが、伝法なキビキビと人を恐れぬ絶法である。何が言いやがる。その怪我人に賞をつけてやるってんで、てめえは黙ってすっこんだろ。賞をつける。娘は肩をぐいっと揺すり上げた。賞をつけるのはお前さんたちだろ。松田屋さんはお上の御用聞きだよ。盗人や火付け強盗を捕らえるお役目の人だよ。お前さんたちはネズミ小僧の肩を持ってこんな真似をするんだろうが、ネズミ小僧が何だい。あいつは盗人じゃないか、押し込みじゃないか。あんな奴の肩を持つのはその仲間か、今に盗人にでもなる無頼漢だろう。この雨ほざきやがるな。おや、何をするんだい。どうしようっていうのさ。大の男が三人揃って小娘一人を手紙にでもする気かい。江戸っ子の値打ちも下がったものさ。なんだい、いい若い者が野良犬みたいに遠吠えをしたり、こそこそ石を投げたり、たまはないよ。恐ろしく口の達者な雨だ。そんな奴に構ってもしようがねえ。行こう行こう。雨、今夜はお愛嬌に聞いといてやるが、あんまりのさばったことを言うと大川へ死刑が浮くから、そう思え。言い残して去って行くのへ。ご丁寧にありがとう。私はまだ自分の死骸の浮いたのは見たことがないからね。楽しみにして待っているよ。そっちこそ忘れてない。叩きつけるように叫んだ。木綿島の布子に洗い刺した帯、貧しい身なりこそしているが、肉付きのキリッとした端っこそうな体つきで、眉の濃い、目の大きな、口元にちょっと剣のあるずば抜けた器量だ。名前はお夏といって、この裏の長屋に住んでいる。まだ17であるが、俵町の大きな仕立て屋へお張り子に通いながら、盲目の母親を抱えてよく紅葉を尽くしている娘だった。苦労しているに似合わず気質が明るく、
男のような強さと、その反対に虫一匹も殺せない憂鬱な情けの深いところを持っている。チェッ、なんだい。立ち去る三人に下打ちをくれたお夏は、松田屋の裏手へ回って水口を開けた。次郎さん、ただいま。中は真っ暗だった。あら、まだ火も入ってないの。おなっちゃんか。ゴン七さんはどうしたの。こんな暗いままにしといて、しようのない人ね。松田屋へは幼い頃から出入りして、勘次郎とも次郎さん、おなっちゃんと呼び合うくらい勝手はよく知っていた。手探りで火打ち箱を探し、安頓に火を入れて座敷へ来ると、勘次郎は小窓の方を枕にして寝ていた。今日は少し遅くなっちまって。ゴン七さんはどこかお出かけ。ゴン七には暇をやったよ。え、暇を、どうかしたの。あいつが帰そうだから。勘次郎は低い声で言った。おいらこのざまになる。世間の評判はあの通りだ。古文古方34人チリジリになる中で、ゴン七一人は最後まで頑張ってくれたが、ここにいる限りあいつのうだつ上がらねえ。おなっちゃんだってそうだ。今の短歌はここで聞いていたが、いつまでおいらになんぞ関わっていると世間から。いいわよいいわよ、そんなこと。おなつはかぶりを振って遮った。私のことは私に任せておいてよ。それよかゴン七さん、あの人をそれで兵装かって出て行ったんですの。人間は誰でも生きていかなくちゃならねえ。生きるだけなら古事記だって生きてるわ。人間ってそんなもんじゃないはずよ。次郎さんがこんな体になったのも自分のためじゃなし、みんなお上の御用じゃないの。侍が戦場で倒れたのと同じことじゃないの。それなのにバカな世間はともかくも、身内の人までがそんな。おなっちゃん、愚痴はよしてくんな。いいえ、愚痴じゃない。私の言うのは義理ということよ。亡くなったおじさんのおかげで、どうやら人らしくなったお身内が、一人残らず松田屋を見捨ててしまうなんて、それじゃあんまり義理ということを知らなすぎるわ。もういいよ、おなっちゃん。勘次郎は微笑しながら言った。おめえがそう言ってくれるだけで、俺は十分だ。義理の押し売りは流行らねえ。離れていく犬は、イノシシの肉でもつなげねえというぜ。それで次郎さんは平気なの。こんな不人情な真似をされても、あんたは。ほら、笑ってるぜ、おなっちゃん。にっこり笑いながら、勘次郎はかつてない明るい調子で言った。こうなりゃ身軽だ。いっそサバサバして気持ちがいいくらいのもんだ。第四章。私、泣きたくなるわ、次郎さん。ネズミ小僧は貴族だそうだ。困っているものがあると、宵闇の時分にやってきて金を恵むそうだ。おいらも今にお恵みに預かるかもしれねえぞ。次郎さん。お夏は悔しそうに袖をかみながら立った。火をこしらえて、かゆの鍋をかけると、お夏は一度家へ帰っていった。彼女は勘次郎を過ぎている。長い間の習慣で、面と向かえば、次郎さん次郎さんと気安く話し合っているが、そばを離れると、自分でもおかしいほど心が落ち着かなくなる。何かしら不安で、胸に隙間ができるようで、ふと気がつくと、いつも勘次郎のことを考えている。ことに、今度彼が怪我をして、寝込むようになってからは、仕事の針を持っている時でも、次郎さんはどうしているかしら、と絶えずそればかり思うようになっていた。勘次郎にも、それはよくわかっていた。
父の死と同時に八丁堀から帰ってきた時、しばらくぶりで見るお夏がびっくりするほど美しく娘らしくなっていたのと、昔通りに二郎さん二郎さんと言いながら、その気持ちのすぐ下に隠れて熱く脈を打っているものがあることはすぐに感じられたのである。わかってるよおなっちゃん、そう一言言いたかった。おいらだっておめえが好きなんだ。しかしその一言が今の勘次郎には言えないのである。亡くなった父親の意思を果たすまでは言うことができないのだ。なあに、長いことじゃね。お夏の去った後、天井にほのめく安頓の光を見つめながら、勘次郎は力のある微笑とともにそっとつぶやいた。もうすぐだ。もうすぐこの気持ちを言う時が来る。もう少しの辛抱だぜ、おなっちゃん。その次の日のことだ。三味線堀にいる同業で泉谷藤兵衛という御用聞きが一人で勘次郎を訪ねてきた。藤兵衛は四十になったばかりだが、辣腕家として知られているし、これまで松田屋とは御用の件で二三度妙ないざこざのあった男だ。この通りの体です。ご挨拶もできませんが。勘次郎は半身を起こして会釈した。はあ、どうか楽にしていてください。様子を聞いてぜひ一度見舞いに来ようと思いながら、つい御用半多で出られなかった。怪我の具合はどんなだね？ありがとう。どうやらまあというところで。時に何か御用ですか？実は少し相談があって来たんだが、お前さんもとんだ災難で、御用のためとは言いながら、なんともお気の毒でならねえ。それについてまあ、こないだうちから同業仲間でいろいろと話し合ってみたところ、みんなの意見では、お前さんもそんな体になっちゃ、今まで通り実手取りなを預かっていくというわけにもいくめえ。ここらで松田屋の株を譲って何か小商売でもしたら、のんきにまあ保養もできるだろうと、こういう相談ができたんだ。なるほど。それで？それでもしおめえさんにそのつもりがあるならば、松田屋の功績に対してという意味で、仲間内から200両おめえさんに。わかりました。お話はそれでよくわかりました。勘次郎は、相手を遮って言った。いろいろとお世話になった挙句、そんなご心配までしていただいて、なんともすみません。どうか皆さんによろしくお礼を申し上げてください。しかしこの話は、足の一存では決められませんから、しばらく待っていただきたいと思います。待てなら待ちましょうが、誰か相談する人でもあんなさるのかね。え、実はここへ訪ねてくるはずの者が一人あるんで、それが来てからいずれともお返事をしたいと思います。そうですかい。それはまあ待つのは構わねえが、こっちはもう相談を決めてきているんだから、もしまた、お言葉ですがね、泉谷さん。勘次郎は微笑しながら言った。じって取りなをお気をするしねえは、足の決めることですぜ。皆さんのご親切はありがてえが、そこまで心配をしてもらう弱みはありません。なんだ？なんだか妙なことを言うぜ。妙なことはねえでしょう。世間の吉芸人気が恐ろしくて、たかが盗っ人一匹お縄にする針もねえ、折り切れ気に比べりゃ。怪我をしていても松田屋勘次郎。まだ少しは、骨っぽいところを持っているつもりです。おめえ、喧嘩を売る気か？御用聞きの腕は取り物だ。皆さんにそう言っておくんなさい。ネズミ小僧をお縄にしてきたら、200両はさておき、二分ももらわず松田屋を譲りましょうって。そうでなきゃ、2000両が1万両でも、
わしの預かった実手は消せねえ。そうおっしゃっておくんなさい。第五章。次郎さん、ただいま。泉屋が去るのと入れ違いに、お夏がそっと入ってきた。今の人、三味線堀の泉屋でしょ。そうだ。松田屋の名が欲しくなったのね。なんだ、聞いてたのか。うん、いい気持ちだったわ。お夏は行燈へ火を入れながら、ネズミ小僧をお縄にしてこい、そうすれば二分もいらねえ松田屋をゆするって、目を白黒しているのが見えるようだったわ。そんなことおしまい、今日はいいお話があるの。なんだか嬉しそうだね。あのね、私明日からうちにいられるのよ。田原町へ通わなくてもいいの。どうしたんだそれは。次郎さんは知らないだろうけど、私あの店ではもう子三株でしょ。だからね、お仕事をうちでするように頼んできたの。まだ少し年が足りないんだけれど、うちですればお弟子も取れるでしょ。これからは一日中お世話ができるし、いいえ、次郎さんのためばかりじゃないわ。おっかさんだってあの通り目が不自由だから、いつかはこうできるようにと頼んであったのよ。そうか、そいつはまあよかった。おめえの気持ちはいくら隠したって俺はよく知ってる。すまね、ありがとうよ。やだ、嫌いよ、そんなお礼なんか言って。じゃあついでにもう一つ嫌われよ。こいつはまだ言う時期じゃねえんだが、おめえがそんなに気を使ってくれるのを見て黙っちゃいられねえ。おなっちゃん。はい。一本やりで行くが、おめえおいらの女房になってくれるか。おなつはかすかに身震いをした。おいらが身内に捨てられ片輪になって気の毒だからなんて、これっぽっちも考えちゃならねえぜ。俺は不憫がられるのはできれいだ。御用聞きの松田屋勘次郎、すっぱだかのこの俺の女房になってくれる気があるか。次郎さん、私。耳たぶまで染めながら、お夏は燃えるような目を上げた。するとその時、ごめんくださいと表に訪れる者があった。お夏はぎょっとして反射的に立ちながら、はいはい、どなた？と上ずった声で返事をした。松田屋さんのお宅はこちらでしょうか。松田屋は手前ともですが、どなたです？ちょっとお明けを願いたいので。お夏は勘次郎の目を見てから降りていって戸口を開けた。宵闇の中から35、6になる男が腰をかがめながらスッと入ってきた。黒っぽい着物に羽織、総重郎頭巾をかぶっている商家の手代風の男である。手前は下屋黒門町の、店の名はご勘弁願いますが、去る太物商に勤めている番頭で吉蔵と申します。こちらの若親分が何か取り物でお怪我をなすったそうで、手前主人の申しますには、私どものためにお怪我をなすったのも同様、お見舞いと言っては失礼だが、お役料の出しにでもしてくださるようにと、手前使いに伺ったような次第でございます。どうか詐称ではございますが、お怒りなくお納めのほど。そりゃご丁寧なお使い、なんともお礼の申しようがございません。勘次郎は床の中で起き直りながら、こんな格好で見苦しゅうございますが、どうかこちらへ上がんなすってください。いえ、もう私はこれで失礼を。そいつは困る。いくら片輪になったからって門口で金をいただくわけにはいきません。まあどうかちょっとここへ。それではちょっと。吉蔵と名乗る男はしぶしぶ上がった。風邪気味ですから、どうか頭巾のままでお許しを願います。
お互い様ですよ。勘次郎は振り返って、おなっちゃん、おめえもうここはいいからうちへ来んね。おっかさんが待ってるぜ。でもちょっとお茶を。すっかり見通しの貧乏状態だ。姉ちゃんの心配をしてもかえって失礼。まあ勘弁していただくとして帰ってくんな。おっかさんが待ってるぜ。それと目配せをされて、では帰ってご飯の支度をしてきますわ、とお夏は立ち上がった。あなたごめんくださいまし。第六章。私もすぐおいとましますから。まあそう言わねえで。勘次郎はお夏が裏口から去るのを見て、ご覧の通り片足の利かねえ寝たっきりの片もんで、一日退屈しきってるところです。よくまあ見も知らねえ足のようなものを見舞ってくだすった。ありがとうございます。なんのお礼をおっしゃられてはかえって赤面いたします。ではどうかこれを。そう言って差し出す紙包みを勘次郎は受け取ると、すぐそばへ置いて、時にお棚は黒門町とかおっしゃったね。黒門町ですが、主人の申し付けですから、店の名はどうか。そいつは困る。あっしは御用聞きすから、主の名の知れねえ見舞いをいただくわけにはいきません。せっかくですが、それじゃあこれはお返し申しますよ。しかし、それでは使いに来た私が帰れません。だから、名を言ってくださいな。怪我人に見舞い金を送るのが店の傷になるわけでもねえでしょう。どうです、吉蔵さん、それでも言うことはできませんか。次郎吉さん。お、ネズミ小僧次郎吉、頭巾を脱いだらどうだ。相手はピクッと肩を震わせた。勘次郎は怪我が痛むのか眉をしかめながら向き直ると、自分をあざけるように手を広げていった。こう言っても騒ぐには当たらねえ。この通り、おいらあの晩の怪我で身動きもできねえ体だ。まあ落ち着いて話そうじゃねえか。おら実はおめえの来るのを待ってたんだ。相手は頭巾の中から目を光らせながら、しかし逃げることもできず黙っていた。おめえ、おいらの噂を聞いたろう。おいらのかえそうな身の上を聞いて、おめぐみに来たんだろう。夕闇に紛れてめぐみに来る。おめえは貴族だそうだ。それで、おら待ってたんだ。間違いがあったというものだな。相手が低い声で言った。その通りよ。お礼を言いてえが、その前に一言聞く。おめえ、この金はどこで盗んだ残りだ。いくら盗んだ中の金だ。なんだと。はい、次郎吉。勘次郎は傷が痛むか眉をしかめて歯を食いしばりながら、右手をついて身を支えながら、刺すような調子で言った。おめえ、貴族だそうだな。ふん、笑わせるね。五百両盗んで五両恵むか、十両を恵むか。酒を飲み、女を買い、博打を打って余った金を、波の草ばかり恵んで貴族も凄まじい。うぬがもし手に職を持って、てめえの未人幕はその稼ぎでし、盗んだ金は美太一文、手をつけず施して歩くなら別のこと、ふぬはなんだ。盗んだ金の首くるみまで道楽三昧に使い果たし、わずかばかり残った金を恵んでから、貴族だの何のと、評判されていい気になってやがる。そりゃな、罪のねえ世間の人を出しに使うというもんだ。盗っ人の中でもまたとねえ、キザな、嫌味な、悪こすいゲスのするごった。よい、聞こえたか。お説教はそれでおしまいか、あんちゃん。ふん、それより鏡を見ろ。勘次郎はニヤッと笑った。てめえの面には今妙な筋が出た。貴族を気取っていたうぬの気持ちがおいらの一言でぐらつき始めた。おら、その筋が
つらえ出るのを待ってたんだぜ、次郎吉。まだお話があるのか。その金を持って消えてなくなれ。今度オイラに会ったら左の手に気をつけろよ。オイラの縄がその左の手首へかかったら、今度こそウナは年貢の納め時だぞ。相手はすごい目で笑った。そして勘次郎の投げ出した金包へちらと目をくれる。そのわずかな隙に身を支えていると見えた勘次郎の右手がひらめき、半身が伸びたと思うと、がっしり次郎吉の左の手首をつかんでいた。相手はとっさにひらりと飛びのいたが、すでに左の手首へきっちり縄が食い込んでいた。勘次郎はまだ床の中である。相手は怒りの目で睨みながら、じりじりと裏口の方へ身を移してゆく。勘次郎は縄をさばきながら、次郎吉、左の手かかったぞ。死ぬだ。絶叫とともに、勘次郎の体は寝床を蹴って跳躍したと思うと、まるで弾丸のように相手へ突っかかった。カラーン。しょぼじもろとも、二人の体が折り重なって倒れる。裏口の戸が開いた。次郎さん、危ない。と、お夏が飛び込んできた。だが、バレバレがない。激しい物音に続いて、不気味なうめきが起こると、一瞬にして騒ぎは静まり、勘次郎がすっと安どんの光の中へ立ち上がった。次郎さん、大丈夫？お夏は狂気のように走り上がってきた。大丈夫だ。ほら、大丈夫だ。足は、足の毛が。怒っちゃいけねえぜ。おなすちゃん。勘次郎は右足の裾をまくっていった。骨を折るどころか、かすり傷一つあれやしねえよ。まあ、どうしてそんな。こいつをおびき寄せるからくりさ。勘次郎は縄にかけられて転がっている次郎吉を冷笑の目で見やりながら言った。宵闇に来る男。貴族の看板がフヌの罠になりやがった。おなっちゃん、とうとう俺はネズミ小僧をお縄にしたぜ。次郎さん。これで親父も眠れるだろう。その年9月、ネズミ小僧次郎吉がおしぼきになってから間もなく、松田屋の奥には、初々しい若妻姿のお夏が座っていた。そういえば聞きたいことがあるのよ。なんだ？いつかの晩ね。お夏は上目遣いに亭主を見ながら、左の手首へ縄がかかったら年貢の納め時だと言ったでしょ。左の手首に何かあったんですか？今頃何を言い出すんだ、つまらねえ。勘次郎はタバコの煙を吐きながら答えた。あら、相手の気をくじくためよ。わけも何もありゃしねえ。あの時俺の場所から手を伸ばせば左手にしか届かねえ。けれど相手左の手縄がかかれば、相手は何かあると思うからやられたと気持ちがぐらつく。ただその隙が欲しかっただけさ。おい、茶でも入れねえか。